はい、ありがとうございます、はい、おー大胆あの今日勝手に俺ミッション考えてきて、この車にマイルドスピードステッカーを貼らせていただきたいなるほどですね、わかりました。 OK ですか。いや全然大丈夫、ミッション貼っていただきたい。そのままオートサロンに出してもらいます。あ、もう全然そのまま出してじゃあミッションコンプリートということで、コンプリートで、はい、2年ぶりに東京オートサロンがここ幕張メッセで開催されている。このマイルドスピード、目的はスポーツカーでもなくキャンピングカーでもない、そうコンパニオンだぞ。コンパニオンかい、うん、違うでしょうよ、ジムに追っかけてんでしょ。ではこれより操作を開始する。現在地が、ちょっと待ってよ、ここ中央だな、中だな。風で分かったんですか。すごい能力ですね。お、夏、ファンデ、以前取材した夏のファイブドアジムに、完成してここに展示しているそうなので、これより潜入捜査を開始する。行くぞ。あ、やっぱり人気あるな。どんだけ変わったか、ね、これなんだこれ、グレーみたいな宇宙人の、うん、みたいな顔してるな。宇宙人顔。あ、ジムにあったぞ。ありがとうございます。どうですか、ジムに。いや、すごいですね。今見たばかりですけど。どう使って言われても、あった後しか思わないですけど、ここにあるんだと。いつも楽しく見てます。ありがとうございます。切なくなんですけど。いやいや、嬉しいですよ。ありがとうございます。ただチャンネル登録してないっていうオチじゃないですよね。いや、すごい。ありがとうございます。すごい。初めて見ました。上も合わせたらドアもっとあるだ。お疲れ様です。お、はい、お疲れ様です。ナッツのアリペイこと有田先生。お待たせしました。そうです。オートサロンに合わせて美容室なんか行っちゃって。いや、行っちゃいましたもん。さっぱりして。さっぱりしてもうスッキリしてますね。注目のナンバーワンですからね。あ、本当ですか。そうなんですか、ね。あんまり注目されてないじゃないかと思ってたんですけど。いやいや、すごいでしょ。本当ですか。世界的なニュースじゃないですか。あ、良かったの嬉しいです。多分は。あ、そうですね。ただスパルコのお姉さん綺麗なんで。いや、そうなんですよ。これこっちばっかりで結構あのこっちにいながらずっとあっち見れる。見れますね。最高ですね。ちょっと車紹介してもらっていいですか。車簡単に。もう大体のあれですけど、もう前回り、まあ、ずっと今まで何もなかったので、はい、あるんですけど。あのグリルですね。グリルね。あのグリルさんからつけていただきたいっていうのを、すごい。じゃあぜひということで。そしたら仮にあのウィンチもくれるからということで、あのウィンチもつけさせていただいて。ただこの車体に4500足りないかもしれないですね。足りないかもしれないけど、あとはもうロールバーがついてあるというような感じですかね。なるほど。そうですね。その他は過去の動画を見てくれれば。そうですそうです。あの過去の多分全然全く様変わりしてると思うんですけど。問題はですね、はい、ステッカーをどこに貼っていただくかというのを言ってたじゃないですか、はい、貼りに来るんだっていうのを。いや、そうですね、1枚は貼って、はい、もう1枚を貼りに来てたんですよ。そうなんですよ。ただ1枚は貼ってないじゃないですか。そうなんですよ。あのむしろ1日目に来てくれるのかと思って、ちょっと1枚持って待ってたんですよ。あ、マジですか。そしたら、はい、あれ来ないってなって、はいはい、ちょっと心配になって今日連絡させて。あ、なるほど、はい、貼ったほうが好きなのがいい。ステッカー貼っていていいの。ここどうすかね。ここですか。ここ。いや、それはあの、鮭取らなくなりますので。ダメ。鮭は取るようなところで。なるほど。
マイルドスピードのステッカーをこの展示車にあるんですか。お、ステッカーを貼ってくる。ここに持ってたんですよ。はい、どうしましょう。一番目立つところですよね。こういう感じですか。お、ここ貼ってくれる。こういう感じですか。お、いいですか。これでいいですか。はい、実は もう一枚あります。反対側のゴールドバージョンで。ゴールドバージョンあるんですか。はい、ちょっと貼るところまずこれ。はい、そうですね。本当にいいんですか。で、後悔は後悔、え、これ貼ったら後悔する感じなんですか。ないないない。そうなんですか。ないない。大丈夫ですか。コメントとかでうわ貼っちゃいましたねみたいな。ないないないじゃあいいですか。ここに行きますね。これかな。はいはい、ということで貼らせていただきました。これで公認ですね。じゃあ、ありがとうございます。創殺未ということで。ありがとうございます。よろしいですね。そうですね、はい、まあ、あの止められても、警察に止められてもこれ見せれば何ですかって言われてる。だから何ですか。だから何ですかじゃない。こっち終わっちゃう。非売品ですからこれ。これは非売品なんですか、はい、こっちは売り物なんですか。こっちは売ってるんですか。こっちは売り物です。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。非売品なんで。これは警察に見せたらどうなるんですか。これも警察に見せてもダメですか。いい加減でしょって。あ、そうですか。反対側見てくださいみたいな感じ。じゃあ貼ると考えていいですか。え、あ、これ、あ、逆に反対じゃないですね。この辺とか落ちたね。いや、そういう意味ないじゃないですか。それ反対の方が痛いですよ。じゃあ反対貼ってくれて。反対行きましょうか。じゃあ、はい、反対行きましょう。いやー、すごい人気で。僕はまあ、でも嬉しいことです。もう行かせてもらいますか。はい、貼ってくれそうなんです。はい、ここら辺ですね。ここら辺ですね。はいはいはい、非売品です。はい、行きました。非売品です。大統領拍手。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。コンパニオンいないですか。コンパニオンですか。うちのコンパニオンが今日はちょっと学校で休んでもらってます。引き上げるぞ。コンパニオンいないと引き上げるぞ。ありがとうございます。はい、あ、もう信用してるんで確認しません。いっぱい取材受けたんですか。ね、いっぱいもう取材受けたっていうから、はい、なんなら俺の質問にはもう流れ作業みたいになってるから。ちょっと疲れがある。同じことです。まだ1日ありますから。そうなんですよ。あの、明日の朝が大事です。発表がありますから明日の朝。なるほど。そうなんですよ。間違いないですよね。最有力候補。いやー、どうですかね。もう僕はもうそんな思ってないですけど。何回取ったことあるんですか。僕3回ですね。すごいよ。そう、今ずっとあれなんですよ。今ずっと取り続けてるんですよ。3年間連続で。マジですか。そう、3回連続やってて、次取るのが4回目なんですよ。4回連続。オータイムスチャンピオン。そうなんですよ。車界のアーネストホースト。すごい懐かしいな。あ、懐かしいですね。確かに懐かしい。懐かしい。いや、こういうそんなのに話もあるなんて。このぐらいに作ってくれなかったら。ボンネットにね。この間の捜査官のジムニーじゃないですか。あのボンネットに貼られて。見てください。ありがとうございます。常にマグネットシートで隠してます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、まだちょっと待ってみてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、賞を取ったかどうかは皆さん、ネットでぜひ、はい、検索してみてください。そうですね、お願いします。以上で捜査を終了する。マイルドスピードと、ナッツチャンネル。あ、そっちもお願いします。ありがとうございます。チャンネル登録、やり損なうな。一緒に行きましょうか。はい、チャンネル登録、やり損なうな。ありがとうございました。ありがとうございました。